4月16日、BWF= 世界バドミントン連盟が発表する世界ランキングが更新された。アジア選手権、欧州選手権の結果が反映され、上位陣の順位とポイントに変動があった。ここではダブルス3種目のランキングを紹介しよう。男子ダブルス・アジア選手権を制した王朝、ワンチャン・両以降、リャンウェイカン・中国が、 優勝で手に入る1万2000ポイントを獲得。2ランクアップで1位に浮上した、僅差の2位に助手を収む、ソスンジェ、カンミンヒク、韓国、1位をキープしていたシェティ、ランキレッディ、インド、は、2ランクダウンの3位に交代している。日本勢1番手のホキタクロー・小林優吾は6位をキープ。2番手の小川明、斉藤太一も16位のまま。 岡村博樹、三橋健也が1ランクアップの24位につけている。女子ダブルス、陳世心、チェンチンチェン、カイチボン、ジャイーファン、中国、が11万ポイント超えで1位を独走。10万ポイント台の李正輝、イソヒ、ベクハナ、韓国、9万ポイント台の丹寧、丹ン,ン、劉聖書、劉星主、中国、が続く。日本の一番手のシダチハル、 松山奈美は4位を守った。1ランクアップした松本真由、長原は神奈が7位、福島由紀、広田彩香が2ランクダウンながら8位。なお、女子ダブルスの1から8位は、中国3ペア、韓国2ペア、日本3ペアという、3強の夫人となっている。日本勢は、4番手の桜本彩子、宮浦玲奈が11位、中西高江、 岩永鈴が12位と並ぶ。混合ダブルス、t C、センシーウェイ、黄河系、ファンヤーチョン、中国、が10万ポイント超えで1位を独走。アジア選手権優勝の風飛古鉄、本円寺や神写真、左、高東平、ファンドンピン、中国、が1ランクアップの2位に浮上した。2位につけていた渡辺優太、東野有沙は1ランクダウンの3位となった。 日本勢2番手の緑川大輝、斎藤佳は2ランクダウンの12位に後退、3番手の山下恭平、篠谷なるも2ランクダウンの23位、金子勇気、松友美咲は27位となっている。